何してくれてんとしか言われんな、ほんまに。ねえ、何やだうざい。だって2番放送してんの今、ボクシングさん放送してんの。はい、集まりが早いですね。素晴らしいですね。うん、はい、2番です。1番さんどうぞ。このさ、天候の土地にさ、タスキリークバカってなんなの本当にって思った。はい、8番さんどうぞ。9番さんに同じくですね。7番さんどうぞ。6番さんどうぞ。なんだその声。うん、6番です。別にタスキリ行きたい時は行けばいいと思ってます。占い師がいい。占い師、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 占い師がいい。お願い、最後占い師。やめて。お願い。占い師。占い師、占い師。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。あ、よろしくお願いします。人狼は人を。お願いします。潜伏でいいですよね。うん、強制部屋なんで潜伏しておきましょう。はい。はい、僕からの発言ってことで占い師はございません。村人陣営でした。ちょっと声がちっちゃいのと声がカスカスなのに許してください。はい、おはようございます。私は村人陣営でした。そうですね、私もどちらも得意じゃないんですけど、ちょっとね、興味持った名前で、真面目不良さん、真面目なのか不良なのか、サンバさんのマキちゃんは大黒摩季の摩季なのかなと思っちゃう。私は昭和人と思うのだよね。そうなるとうーん、年バレちゃう。で、5番さんは無職でド M、 うん、はてなって感じで、9番さんの九州の長袖、うん、もっとはてな。5番さんの無職ド M って言いましたよね。で、9番さんの九州長袖って言いましたよね。なんで番号間違えてるんかなっていう、何か動揺があるんではないかと思って7番を雑黒置きっていう形にしておきますね。はい、おはようございます。僕占い師でした。1番占って1番指導でした。2番、はい、おはようございます。そうですね、まあ7番さんと8番さんが叩かれてますけど、正直どうでもいいです。はい、まあ早く占い師さんは黒見つけて終わりましょう。以上です。はい、おはようございます。村人陣営の CEO ございません、うん、7番さんですね。私マキじゃないです、アンリです。よくね、読めないって言われるんですけど、大黒マキって聞いたことはあるけどちょっとわかんないです。ごめんなさい、アンリです。よろしくお願いします。用します。占ったのは5番さん白で、やっぱ焦ってた感じがやっぱ鳴らしたね。4号の番号ミスとか、うん、そういった面でね、ちょっとなんか7やっぱ黒目に見ちゃうな。やばいところ。まあ弁明はあるんだろうけど、うん、はい、占い師使用します。7番占って白でした。7白ね。7番とめちゃくちゃ久しぶりに会って占いたかったから。はい、最初の私の不順点を、そうですね、つついてきた人は本当に村人員だと思います。雑殴りも本当慣れてなくて、適当にね、てか早口でね、みんなのこと触れていっただけなんで。いや、これね、まあ、占い師釣ることは釣るんですけども、5番さんが7に白出し、久しぶりに会ったからとか言ってて、そのことについて7番さん全く触れてないんですよね。ほんまに久しぶりに会ったのか全く知らないんでね、そういうメタ的な発言はちょっとややこしくなりますね。でも全然あの陣外やったら白打てる場所ですよね。7番さんだいぶ怪しまれてたよ。で、2番さん言いますけども、2番さんは8、7どうでもいいって言いましたけど、最初に発言一番落とせるべきところですよね。9、1の発言にも特に触れずに8、7どうでもいいっていうのは、僕的には7、2ラインがあるんではないか、思いましたね。そういう風に8と7にヘイト向いてて、ここ釣られる位置になってくるんやったら2が変わってるんではないかっていう風に見えましたね。はい、で、正直ね、占い師の発言も2周目聞いてみないとわからないですね。はい、2周目占い師3人出るんだね。裏空とかないってことでしょ。ってことは狂人狼出たってことでしょ。でもって4番から見れば5番白出してんだから、4番目線からしたら5番狂人しか見れないってわけじゃん。そう、4が5番に白出ししてるんやったら、5は神か狼か、あそこでも狂人っても取れるのかな。でもまあ頭いい人まとめてくれ。うん、だからそれだったら俺今日は4からでいいと思います。以上。
うん、まあ占い師ローラーになると思うんですけど、おのおのが考える通りに、投票したらいいと思うんですけど、7番さんが釣り1になったから5番さんが狼で出てきたのかなとちょっと思ったりもしました。そう考えると4番さん狂人になる可能性が高い。で9番さんが狂人だとして僕に白を出しでしょ。だったらまた逆になるか。真が4番さんで白が5。あ、でも狂人っていうのはならんね。狼か。まあ2番さんはここから考察多分伸びると思ってます僕は。はい、以上です。そうですね、村目線、まあ5番さんがね最後に出てきてなんで出る必要があるのかっていうことを考えると、まあここを真に置くなら4がん、ちょっと分かんない、ん、僕的には4番さんがちょっと疑わしいなっていう。5、9はねちょっとねまだフラットなんですよ。それでまあ占いの話はこれまでとして、で8番さんがね7番さんとのラインを切ってきて72のラインを追ってるという発言をしてたんですけども、なんか釣られたくないような位置にいるのかなっていう感じにもしますけども、まあそんな感じですかね。まああんまり考察伸びないんですけどもね。はい、以上。とりあえず占いローラーは完遂しましょう。戦うこと覚悟で言いますね。はい、ハンタースライドです。はい、ハンタースライドです。5番さんが真じゃなければ出ない。そうなんですよ、5番さんが真じゃなければ出ないってことは、5番さんがもしもこの後6番が1巡目でスタートしたじゃないですか。ってことは5番さんが出た時点で5番さんの真がぐーっと上がるんですよね。俺的にはもう8番黒だね。なんでかっていうと8番黒もこれちゃんと理由があって、もしも94、まず27のラインってありえないじゃん。8番目線、人狼が1人459中にいるんだから、いたはずだったんだから、でいなかったでしょ。ってことは2人外、占いに人狼がいないって分かってる人物だと俺は思うんだよね。うん。ってことは27、だからそれを無理やりやったってことでしょ。それ多分ミスったんだろうねと俺は思った。だから27に向けたかったんだけど、そう。人狼が戸惑うもんね。3人、俺人狼なのにいないじゃんみたいな。だから俺8に入れる。いいぞ。おお、いいぞ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 。いいぞ。8番と1番やっけ。7番が釣り1で足すいったみたいな。いや、占い先とそんな予想できんよね。しょうがなくない？それ。俺も8行こう。それで黒塗りしてきたんだから。それやったら7号ローラーして終わるやん。7が怪しくて釣り位置で助けブレ出したんなら狂人目線人狼わからんのにさ。で、9番はさ、5番が進化強化って言ったけど白出しされてるから。いや、9番目線4号人外やっちゃないと。うん、この名前好き。俺がもし狂人やったらさ、ヘイトが集まってる7番とかにわざわざ出しせんよね。人狼かどうかもわからんから、ちょごめんのどいたいわ。とりあえず8から投票を始めてください。残念だったな。8番、8番のプレイヤーが選ばれました。これ9噛む必要あんのかな。9噛んだらちょっとまずいよね。いや、まず4番に言いたい。あのね、すら普通に考えますよね。ああ、4番何してくれてんとしか言われんな、ほんまに。だって、普通に3番は僕のこと、ちょっと追加しよう。3番は僕のこと疑ってました。4号スライドしないと限らないですよね、3番さん。4番さん、頑張ってください。夜が来ました。目を閉じてください。お疲れ様です。何番噛みます？人狼は4番行く。ハンターだからどっか打つんじゃね。あ、4番行っちゃいますか。それか6番が考察伸びてないし。あ、いや4番行っちゃいましょうよ。行こうか。はい。昨夜死んだのは、うわ、4番。はい、2番占って白です。2番自分目線ね、6913の中に、まあ、8も含めて1人外もしくは2人外、まあ、8が黒じゃなかったら2人外、 9も強人とは確定させんね。とりあえず9がなんでチャットしないの。9番さん結果どうした。とりあえず27、もう自分目線白角やから、1も囲われてる、もしくは91が人狼がある。それも考えて動いてください。村人へお願いします。まあ分かんないし、うん、とりあえずもう僕の思考は止まったよね。うん、それだけ言っとく。7番
はい、ごめんなさい。チャット打ってないです。ごめんなさい。メタとか全くなしで本当に打ってないです。でもって占ったの3番で白。でもって、こうなると8番のやつでも4番はね、あ、最初に追加しよう。4番ね、マジ本当に死ねって感じ。まあ、死ねって言ったらごめん。それは言い過ぎたわ。でもマジで、ね、本当にマジで無られないからね、本当に。で、それで5番が新名上がったとかって最後の、うん、ごめんごめん。だから謝った。うん。だから最後の結果のやつで見て、ごめん、本当に無駄にないと思った、うん、どっちかわかんない、本当に。でもって6番は怪しいと思ってる。だから俺次残ったら6番を占う。以上。1番のプレイヤーは、そうですね、5番さん白だし、ありがとうございます。ということで、なんか9番さんの、なんかな、チャットもなんか打てなくなったとか暴言も言ってたんで、ここ号泣決め打たないとな。もし8番さんが人狼ではないってなった時にはグレランでグレー釣れなかったら、人狼陣営側釣れなかったらまずいじゃないですか。どちらかといえば9番さん怪しく思ってるんですけどね。なんか急になんかみんなに殴り始めたんで、急にで4番死ねーとか言ってて、まあ、9番行くかな。で9番と1番の意見がすごい似てるんで、1番囲ってる線も考えてます。今日は9番かな。これでいいんだよ、これでいいんだよ。発言してください。まあ今日は占いロラ完遂の方がいいと思いますよ。来た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 。だって号泣どっちかに、まあ人外がいるわけじゃないですか。おい、また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 、バカ変なこと言うの、バカ変なこと言うの。だからね、号泣のどっちかなんですけど、やっぱり位置的にも5番さんがね出てくるメリットって人外だとないから、どっちもわからないですけど、今日は9番さんに入れようかなというふうに思っております。はい、じゃあ今投票を始めてください。9番のプレイヤーが選ばれました。おげえ、こんなにヘイト溜まってすごくない。ほんとね、マジね、ほんとね、やめてほしい、マジで4番の。もうほんとにね、最後見てみろって言いたいよ、ほんとに。だって2番放送してんの、今。ボクシングさん、放送してんの。ちょっとしないよね、ごめんね、言っちゃって。うん。まあいいや、でもなんか26が、そうだよね、26だろうね、多分ね。26だね。7番も色落ちしてなくて、マジわかんないけど。俺は26だと思う。13はもうマジで白だから。でも明日絶対5番釣ってね。でも、あ、5番釣ってつか、でも26釣った方がいいのかな。ね、でもまあいいや、5番釣って。もう終わってるんだよ。うん、でも2と6。終わってるの ?2 番でも怪しいよね。なんで怪しい、でもまあ5番なのかな。わかんない。いいや。さよなら。夜が来ました。とりあえず1かぶか。目を閉じてください。はい。GG ですね。1番かみますか。人狼一番、人を殺してください、はい、ありがとうございます。すごいですね、あんなヘイトを向けて勝ち残るってすごくないですか。てかさ、すごいで、ね、5番さんの的確なこの判断が、いやすごいっすよね、マジビビった。やばいっすね、5番さんうまっ。私多分5番さんって困ったこと。ちょっと何言ってるかわかんない。ちょっと何言ってるかわかんない。なんで何言ってるか。昨夜死んだのは一番。はーい、ということでプレイヤーは、そうですね、まあ8番9番さんが4番さんふざけんなとは言ってましたけども、これねあれなんですよ、あの5番さんグッジョブなんですよ。5番さんがうますぎたんですよ、これ。普通にでは4番を攻めるんじゃなくて5番さんグッジョブですからね、これ。はい、私使用します、人狼です。2と7が人狼でした。6番さんじゃないです。そうですね、今日は5番さんと7番さん一緒に3番さんを入れて終わりたいと思います。お疲れ様でした。ねえ、何、やだうざい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 。え、何、2番さんが何、人狼で7番さんが人狼で5番さんが教師、はい、そうです。9番さんが何だっけ、白です、占い師です、占い師、そうです。
なに村人負けなの？負けです。もうつまんない。ごめんなさい本当に八番さん。あと九。うん。もうごめん。はい。最初に見えたよ昨日のあの4番の発言の仕方さ。七クソ黒いし二番も昨日の発言黒いよ。いいかなみたいな。まあいいでしょう。二度とハンタースラムラスラするやつとやりたくないと思いました。うん、オーケー。完璧じゃない？ね完璧。人狼の勝ちです。ね完璧じゃない？ね完璧じゃないこれ。マジで完璧じゃない？いやでもこれは優秀だと思うけどな。4番のハンタースラーも優秀だし、5番の狂人のこのなんて言うんだろう、スラーもしくはムラスラーっていう判断した5番さんもすごいし、5番さんが上手かっただけの話なのような気がするんだけどなこれ。いやー楽しかったな今日の人狼殺最後にすごい。